皆さんこんにちは、なおなお軍曹です。今日は隠れクマノミちゃんについて話をしたいと思います。一生懸命食べてますね。ものすごい食欲旺盛です。とっても元気に泳いでおります。隠れクマノミニモちゃん、かわいいですね。我が家の水槽ではクマノミニモちゃん最初3匹買ってきたんですが、3匹ともずっと元気で暮らしております。皆さん、クマノミちゃんの寿命ってどれぐらいだか知っていますか？実はですね、20年なんですよ。とってもね、いい環境で育ててあげるとね、20年もね、生きることが分かっています。なのでね、2、3年育ててね、亡くなっちゃって、いやー長生きさせたなとか思ってる人は10倍生きるんですよ、ね、しっかり育ててあげてください。クマノミちゃんね、餌はよく食べるし、病気も比較的強いです。うちのね、クマノミちゃん病気したことありません。なのでね、非常に初心者にも飼いやすい魚の一つとなっています。値段も海水魚の中ではかなり安い方です。やはり映画で人気が出たので、大量にね、繁殖、いわゆるブリードする人が増えてですね、かなり出回ったんだと思います。私は今はフレーク状の餌と粒状の餌、そして冷凍の餌と3種類あげています。いやー、ほんと可愛いですね、クマノミちゃん。最高でね、このクマノミちゃんを飼いたくてね、海水始める人も多いんじゃないでしょうか。よく初心者にありがちなミスはですね、初心者だからちっちゃい方がいいよねと言ってちっちゃめの水槽を選ぶ人が多いんですよ。例えば30センチとかね。逆です。大きければ大きいほど初心者に実はいいんですよ。なんでだか分かりますか？大きい水槽になればなるほど使う水は増えますよね。逆に小さい水槽になればなるほど中に入ってる水は少ないですよね。少ない水ほど環境がどんどん変わるんですよ、ね、例えば、ね、皆さんも想像してみてください。狭いね、6畳一間で、そこでね、トイレもしなきゃいけないし寝なきゃいけない、想像しただけでちょっと辛いですよね。もうトイレの匂いとかもうもろにね、寝てる時に匂ってくるわけですから。それが水槽の中でも一緒ですよ。お魚ちゃんはね、餌を食べればうんちもします。少ない水だと、ね、それを浄化させるための知識がないとどん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 水質が汚れてってしまうんです。なのでこれからね、水槽を始めようっていう人は少なくとも45センチ、理想は60センチの水槽で始めるといいと思います。ろ過機能も多ければ多いほど、ね、いいに越したことはありません。なので予算が許す限り、ね、60センチのオーバーフロー水槽なんかで始めるといいと思います。中にね、入れるお魚がクマノミちゃんだけだったら、ね、45センチ水槽とかでもね、全然大丈夫だと思うんですが、数種類のお魚を飼いたいんだったら少なくとも60センチ必要です。現在私の水槽の水の比重は 1.024 です。お魚だけだともう少しね、低くてもいいんですけども、サンゴがいる水槽はだいたいこの前後が理想とされています。クマノミちゃんですが、生活する水温は結構幅広いです。というのもね、27、8度くらいだったら全然ね、元気です。ですがやはりね、サンゴ入れてる水槽ですと25度に保つのがね、理想なので、そのくらいをね、意識して調節してくれればいいかなと思います。隠れクマノミの豆知識です。隠れクマノミはですね、驚いた拍子にピュンと水槽を飛び出すことがあるので、しっかり蓋しましょう。私のようにこのように
かなり水面から外まで高さのあるものだと大丈夫なんですが、もう水面の上はすぐもう水槽のね縁とかだと飛び出してしまう可能性があるので、そういう時は必ず蓋をしましょう。またクマノミちゃんはですね、お腹の下の方をですね結構床に擦ることがあるんですよ。なので床はよく掃除した方がいいです。あまり掃除しない床でねクマノミちゃん生活してると病気にかかってしまったりすることがあるかもしれません。私はね定期的にホースでこの床の中のゴミを取り除いています。初心者にねありがちな失敗は、立ち上げ水槽に隠れクマノミとイソギンチャクを入れて、まあ、速攻でイソギンチャクをね死なせてしまうっていうケースが多いと思います。っていうのもですね、イソギンチャクを飼うのは魚を飼うよりもかなりハードルが高いです。隠れクマノミは結構ね魚の中でも比較的丈夫だし飼いやすいと思うんですよ。なのでスライムです。ですがイソギンチャクはキラーマシンぐらいだと思ってください。全然違いますよね。スライムとキラーマシンじゃない、難易度が全然違いますよね。私の水槽を見てもらえばわかると思うんですけど、イソギンチャクいません。サンゴの中でも比較的簡単ね、ソフトコーラル、そしてまあハードコーラルもちょっとだけっていう形になっています。なのでイソギンチャクと一緒にねやっぱ飼うと、イソギンチャクの中に入ってね可愛い絵が撮れるかもしれないですが、まあ間違いなく初心者でいきなしイソギンチャク飼ったら多分死なせてしまうと思います。あの隠れクマノミ飼いたいなっていう人はまずはね、お魚だけ、ね、隠れクマノミだけで挑戦してみてください。で慣れてって、ね、いろんなサンゴに挑戦した後にそろそろ自信がついてきたなと思ったらイソギンチャク導入してみてください。隠れクマノミと特に相性のいいイソギンチャクはハダゴイソギンチャクというものと千住イソギンチャクというものです。いずれね、イソギンチャクに挑戦しようと思ってますので、今度はねハダゴイソギンチャクの中にこうクマノミちゃんがこう隠れてるようなそんな様子が届けられたらいいなと思ってます。これから海水水槽をね立ち上げようと思ってる方、ぜひ挑戦してみてください。そしてね私がクマノミちゃんに飼うことに憧れて始めたように、一人でも多くのねアクアリストが増えることを祈っております。今後もね私は基本的に初心者向けの動画を出していくつもりですので、よろしくお願いします。それではなおなお軍曹でした。いいね&チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。